こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは、ボット。こんにちは、ボット。すっぴんです。今日は。ちょっと聞いてください。もうね、幕張2 days さんをね乗り越えた私のお肌さんはちょっと治安が悪化していました。まあちょっとね、私差し入れとかでさ、お菓子とかあるとさ、めっちゃお菓子さ食べちゃって、めっちゃ肌荒れたので、今日は肌休めをねしておりましたので山からも無事に下山してきましたのでこんばんは。 SK48 チーム E のかえにゃんこと池田楓です。すっぴん初めて見ました。恥ずかしいですね。もう誰にも見せたことのないすっぴんを今日は見られてしまいましたね。いや、口内炎もできててやばいですよね、本当に。今日のリップはケイトのリップモンスターの02番のピンクバナナでーす。タイで隠れてる。え、嬉しい。ぜひぜひ、タイ焼きのね、アニメーションギフトで、ちょっとすっぴんを隠してください、本当に。今日はちょっと治安が悪いので、ぜひ隠してくださったらね、嬉しいです。え、口内炎やばいからね。ちょっと遺産は本当にちょっとあんまり長くできないか、配信しながら寝ます。ダメですよね、寝たらダメですよ。バンされますよ、寝たらダメだ。寝たら最後。今日のスローガン、寝たら最後、寝たら終わるから。本当に現在3位ですので、皆さん桃色たい焼きちゃんで応援のほど抱負お願いします。今日は昼間夕方ぐらいにこっそり配信をねしたんですけど、その時はちょっと南国パリピ配信をしました。まあそれはちょっと秘密だったので、100個いえ今投げてください。今投げてほしいです。今投げてほしいです。100個でクマ1匹分なので、間違えて他のギフトを投げてしまわないように、ピンクのたい焼きだけでのみ、後ろにね書かせていただいてるんですけど、お願いします。ミラーボールでたい焼き50匹、クマでたい焼き1000、たい焼き1000匹じゃない、たい焼き、クマでたい焼き100匹、でタワーでたい焼き1000匹みたいな感じになっているので、クレー
くれぐれもつれづれなるままに、くれぐれなるままに、間違えてあのタワーとか悪魔さんとかを投げちゃわないように、ピンクのたい焼きをだけ投げてくださると、順位が上がる可能性がありますので、よろしくお願いいたします。はいはい、すみません、皆さんもお忙しい中とは思いますが、ぜひ番組出演をねかけての挑戦なので、くれぐれもくれぐれなるままに、つれつれなるままに、お間違いのないように、たい焼きのみで応援よろしくお願いします。間違えてタワー投げないように、本当に間違えてタワー投げないでね。タワーでたい焼き1000匹だから、1000匹ってやばくない？やばいから、1000匹だから、本当に本当に間違えてタワー投げないようにしてください今ね、いろいろね、可愛いね和菓子ギフト出てると思うんですけど、ピンクたい焼きしかね、あの反映されませんので、よろしくお願いいたします。間違えないように、たくさんありがとうございます。ありがとうございます、本当にありがとうございます。もうなんか安心して眠ることはできないなと思いました安心して眠ることはできないのだと分かっております。だけどやっぱり、いや、ハンデがあると思います。ハンデがあると思いました。私は口内炎がある口内炎があることがちょっと口内炎があって、ちょっと、はい、ちょっと口内炎があるので、ちょっとそう、早く治さないといけませんね、本当に悔しいです、口内炎があって。チョコラ BB なんかあったかな、口内炎に効くもの。ウィダーインあったかもしれない。え、めっちゃウィダーイン食べたい。ハンデは、他のグループさんの劇場公演スケジュールがわからないんですけど、やっぱり最終日の2日間公演ですでもそれはね、言い訳だし、公演があるのは、えさん公演好きだし、ファンの人も公演好きだと思うし、本当に公演があるのはめっちゃ楽しいのよ。しかも19日とかも本当に見てほしい、みんなに見てほしい。ゆずぽさんも出てくださるし、マジで全員に見てほしい。なんかもう差が開きすぎてやばい。差が開きすぎてやばくて、もう30万ポイントぐらい今差がついちゃってるんですよ俺泣くで俺泣くで俺は泣くど鼻炎、そりゃこんな絵もできるわ俺泣くよ。でもなんか本当に SKE のファンの人って優しいなってめっちゃ思うし、絶対自分は生まれ変わったら SKE のファンになるわだってオリジナル公演めちゃくちゃやってるんだよ。オリジナル新公演全チームやってて、それでかつてのオリジナル公演をシャッフルでやってるんだよ。
日常的に5つの公演をほぼ毎日やってるんだよ。めちゃくちゃすごいよ。私は生まれ変わったら SKE のオタクになります。だから今何かから生まれ変わって SKE のオタクをしている皆さん、ファンをしている皆さん、ありがとうございます。生まれ変わったらそっちの世界に行きます。そっちの世界はどうですか。そっちの世界に行くわ。生まれ変わったら、生まれ変わったらゆうかたんのオタクになるから私ゆうかたんしか勝たん、ゆうかたんしか勝たんチーム E 公演でピンク振りまくるわゆうかたんしか勝たん。カタンの今日のユニット何かな。でも私が生まれ変わってオタクになったら、誰がスーパークリームパンタイム SCPT をやるの。誰がこれをやるっていうの。私がいなくなったら、私がオタクになったら、誰がミレイタンの顔を隠すの。なので私は今世では SK のオタクではなく SKE のメンバーをやることになりました。そっちの世界に行けなくてちょっと申し訳ないんですけど、ちょっとそっちの世界にいる皆さんにちょっと代わりに楽しんでもらうわ。ちょっとごめんな、そっちに行けなくて。ごめんな。まあ生まれ変わったらマジでゆうかたんのお宅に転生するのでよろしくお願いします。あ、もう本人にも結構常々伝えてるんですけど、本当に可愛くて大好きです。本当に可愛くて大好きです。もうめでてます。本当に可愛いです。 SNS に載せてくれる写真全部可愛いです。本当にありがとな、ありがとな、ありがとな、ありがとなってオタクの人は皆さん思ってると思うんですけど、私もそう思っているので、常々。でもカイニャンファンのみんなは私に向かってそういう風に思ってくれてる人もいるってことでしょ。ありがとね。髪切ろうかな今から。もう髪切りたいな、もうマジで。もう毛量が多くて困っとる。今からここで髪の毛切ったらみんなたい焼きタワー投げてくれる。クレイジーお姉さんって呼んで。もう眠すぎてやばくて、本当に眠くて、眠すぎて本当にやばくて、なんか泣きそうなぐらい眠くて本当に今日も練習してきたんだけどさ、もう眠くて泣きそう本当に。あけどさ、ファンの人だってさ、お仕事してきてさ、眠たいのにさ、イさんのルームに来てくれてさ、投げてくれてさね。はい、今日で1週間連続配信です。イエーイ、眠い眠くない、眠い。花占いでもしようかな。眠くない。やればできる。もうやばいから本当に。え、
この中でこのままでさ、イソンが2位以内に入れる可能性ってどのくらいあるの？俺が2位以内でこのイベント終われる可能性って何パーセントくらいある？ガリレオ、カエレオ、カエレオ、テレ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 、実に面白い。2% ぐらい？もっとあるだろう。タイヤキックで。情緒不安定、本当に情緒不安定になる。脆い。私の情緒脆い。情緒脆い。頑張ろうな、頑張ろうな、みんな本当に。そしてたい焼きタワーを投げてくれた人は必ず発表してください。私お礼書くので。ナギありがとう、シリン弾丸ありがとう、エスペランサありがとう、キラリンキナコありがとう、マコトありがとう、柴犬ありがとう、マックスありがとう。いやこれさ、やばいよね、全員さ同じテンションでさお礼言ってるけどさ、俺タワー投げたよって思ってる人もいるよね絶対に。ゆうたありがとう、バンビありがとう。同じ熱量でカイニャン話してるけど、俺タワー分投げたんだけどって人いますよね絶対に、本当に。でもイベントが全部終わってから貢献度ランキングでめちゃくちゃ豪華にお礼書き書きするので待っててください。竹ありがとう、ムーリーありがとう、ありがとうございます。頑張ってね。あとね、あとどのぐらいで、いた、あとどのくらいで順位が上がるのかどうか。チェックチェック。チェックチェック、チェックメイト。ニックありがとう。アリア社長ありがとう。どのぐらいで順位が上がるのか見てみよう。これでまた絶望したらいいさん、また絶望するんだ。あと3、え、やばくない？10万ポイントぐらい差ない？なぜこんなことになってしまったんだろうか。反省してみよう。しかし私は最善を尽くしていたのである。毎日ツイートもしたし、最善を尽くしたのである。まあとりあえず今やるべきことは今配信していることをポストすることである。今配信していることをポストすることであるな。配信スタートしました。
現在3位でピンチです。豆もやしありがとう、 A ちゃんありがとう。できた。できたよ。できたんだよ。できたよ。ちょっと待って。本日の。本日の和菓子界隈、本日の和菓子界隈です。本日の和菓子界隈の皆さん、こんばんは。本日の和菓子界隈の皆さん、パン角ありがとう。切り抜きやめた。新作さんありがとう。大間ちゃんありがとう。エスペランスありがとう。ありがとうございます。ワイトンありがとう。ゴーヤありがとう。ありがとうございます。たくさんのたい焼きをありがとうございます。いただいて。本日の和菓子界隈、本日の和菓子界隈です。どうやったら和菓子たい焼きを集めることができるのか。その前にまず口内炎を治すためにポッカサッポロさんのキレートレモンを飲みます。これを飲めばあなたも口内炎が治るかも。
ビタミンは結構ね取ってるつもりだったんですけどね、一度できてしまうと。うまい、うまい。ケレートレモン美味しいよね、大好きなのよ私も。あ、目も覚めた、目も覚めました、しっかり目も覚めさせてもらって。チョコラ BB ちょっと高級よね。私さ、ショックなことがあって、買ったチョコラ BB をホテルの冷蔵庫に忘れて帰ってきたの。ホテルの清掃員さん飲んだかな。全然無駄になるぐらいなら捨てるぐらいなら飲んでもらった方がいいんですけどどうだったでしょうかね。ね、キネトレモンさ安く売ってるとイエーイってなるよね。え、チョコラ BB なんだみんな。チョコラ BB 美味しい？チョコラ BB も美味しい。でもキネトレモン大好き私。みんなあれありがとうございます、引用ツイート。頑張ってねって言葉も嬉しいんですけど、たい焼きをねまた一つでも10個でも投げてくれるのも嬉しいですのでお願いします。そのあなたのうまい棒をね我慢してあなたのうまい棒を我慢してくださいっていうのもねめちゃくちゃ心苦しいですよね。いや皆さん配信されてるんですよねきっとね、参加中の方。お尻弾丸ありがとう、小麦ありがとう。ありがとうございます。本日の和菓子いきたいと思います。本日の和菓子はこちら、なんとぷくぷくたい焼きです。スクショタイム。これはつまりたい焼きです。つまりたい焼きです。できました。釣ってきた。こちら、こちらいきます。今日はピンクじゃないんですけどね。タワー分投げた。え、本当ですか。え、もうこれ分かりにくいですよね、タワーだったらね、タワーだったらね分かりやすいのにね。後で書きますね。でもだとしたらもうすでに投げてる方めっちゃいますよね絶対に。13の鉄の声で釣られました、嬉しい。代わりに、代わりに釣った分、私がファンの人釣って代わりにたい焼きをもらうというね
絶対さ、もうタワー分投げたけど申告してない人いるでしょ。後でまとめてちょっとお礼タイムするよ。申告ちょっと全然数えられてないんだよね。タワー分ってことはさ、このさ、これが100回でしょ、この10の塊を10回、100回やってくれたってことでしょ。10の塊100個でしょ。今日100回もやってくれましたか。もう今日待って、見ればいいのか。え、10の塊を100回でしょ。10の塊を100回。絶対もう、タワーだったら分かりやすいのにな。白友たっちゃんありがとう。本日の和菓子、100回見て、見たかな100回。本日のお菓子いただきます。ハート入りのもなかに出会えたらラッキーって書いてます。これ久しぶりに食べる。あら、ハートは入ってないわ。ハートは入ってないわよ。ハートは入ってないわ。かわいい。泳いで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 。リアル。一応自撮りもしておこう。今日消えます。すっぴんだからね。髪ボサボサすぎてやばいんだけどね。え、私がさ、何も見らずに描いたこのさ、池田桃子さんと池田あんこさんという後ろのたい焼き姉妹がすごくたい焼き感ないですか。上手じゃない。さすが美術部といったところではないでしょうか。いただきます。尻尾からね。しみる。痛い。痛い。口内にぶつからないように食べる。口内にぶつからないように食べてる。
ぶつかる口内炎に。下唇にできてるんですよ、口内炎が。下唇にできてて、ASMR。うん、ASMR ですね。頭だけになったよ。頭だけになったよ。合成、合成できる。こっちか。ももこ、あんこに合成。口内炎をかばうがあまり、めっちゃこぼす。ノーマルたい焼きはポイントなんないです。ピンク色のたい焼きだけお願いします。美味しいです。ちなみにとっても美味しいです。本日のお菓子はたい焼きでした。ぷくぷくたい焼きちゃん。もっと熱血的に投げてくれる人を増やさないと。和菓子キャンペーンはもう達成してて、あとはピンクたい焼きの数で競うランキングの方に今挑戦しているので、ピンク色のたい焼きのみでお願いします。大阪ありがとう、 A ちゃんありがとう。ガチやん、笑って。どういうこと？ガチだけど、うん？何が？ガチでイベント頑張ってることに対しての笑ですか？それはそれは怒るよ。人のマジを笑うんじゃねえってあったでしょ。おせんだんがん、ありがとう。頼める人には声かけてます。ありがとうございます。ぜひぜひ拡散、おたともの皆さん、ファンともの皆さんにも教えてあげてくださると嬉しいです。あんまり人に頼るのが得意じゃないので、自分のファンの人にばっかり頼っちゃう。なんかこれは私個人的にやってることだからって思っちゃうんだよね、どうしても。オン、
ありがとう。だから自分がお願いしたわけじゃないのに、まきこさんとかさんちゃんとかが協力っていうか話してくれたり、ファンの人に呼びかけてくれたのがめっちゃ嬉しくて、すごくありがたいなと思いました。ありがとうございます。そう、なんかスキーのファンの人、箱推しの方とかも見に来てくれてるなっていうのはルーム見ててすごく感じるので、嬉しいです。それはそれは。ありがとうございます。中心ありがとう、ひろくんありがとう。ぜひぜひよろしくお願いします。皆様、でも最初ね7位だったから7位スタートで今3位なのはめっちゃすごいことだと思う。すごいことだよ。でも今10万ポイントぐらい差あるよねやばくない？やめないけど、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 結構やめないけど、本当にこんなにこんなにみんなが頑張ってくれてるのにはにゃ。はにゃはにゃ。10万ポイント以上差ある、2位と。なぜ、なぜだ、なぜだ。あ、あ、あれ変わった、7万ポイントだ。7万ポイント差になってる、7万ポイント差になってる。更新されたみたいだこっそり配信ね、こっそり配信だよね。勢い一番ある。え、嬉しい嬉しい嬉しい勢いあるの嬉しい勢いがあるのはいいこと。差が縮まってきたのもとてもいいこと。ちょろい名古屋の友、ありがとう。ちょろちょろということでたくさん投げてください。桃の好き、ありがとう。公演の後は山からやります。レッスン場からやります。まきこさんの配信から来ました。え、ありがとう。ちょろい名古屋の友、ありがとう。うん、ありがとうございます。2位以内に入らなければいけませんが今3位ですごく差が離れていて、ピンチピンチちゃん、ピンチさんで、非常にピンチピンチさんなんですけど、頑張っていきたいですね細木ありがとう、なぎありがとう、新作さんありがとう、ありがとうね、グラスちゃんありがとうあー、魚雷、魚雷じゃない、魚粉魚群、魚雷って言うと怖いよね。ありがとう、マチョケンありがとう、ミドンありがとう、マキコさんのファンの人もありがとうございます。嬉しい嬉しいです。もう本当にイさんの、イさんのイさんの、本当にイさん喜んでます。ちょっとこのゴミを捨ててきますね。
会社の飲み会抜けれたの投げに来たって嬉しい何よりもこれが大事だと、イさんの配信が大事だと思ってくれてるの嬉しい。かけたい。めっちゃサングラスかけたい。サングラスないの悔しい。サングラスかけたい。サングラスなくて悔しいんだけど。キティちゃん5位おめでとう。君はもっと上に行ける逸材だと思っている。キティちゃん私の中では一番だから、私の中では1位だからね。キティちゃん今日も可愛い。キティちゃんありがとう。直径の沼ピクミンありがとう。ビーチビーチ、お尻に弾丸ありがとう。ムカタンありがとう。扇風機つけたから風に吹かれてるよ、イさんったら。とっても風に吹かれてます。本当に良くない、夏っぽくて良くない。ちょっとおでこがちょっとおでこが広いのバレちゃう。夏祭りの夜に君のことを見かけた。金魚すくいに真剣だった華奢な浴衣姿。白熱と斧の下はしゃぐ君の背中を。そばにいた彼がそっと抱いたね。なぜだか僕は急にここにいられなかった。まるで君に恋をしてたように。打ち上げ花火は悲しいね、儚すぎて。美しい光も一瞬の過去。打ち上げ花火は悲しいね、空の彼方。開く花は静かに消えてゆく。胸の奥の愛しさには気づかぬふりをしていた。友達だと思っていた君が遠くに見えた。ジェラシー うるさーい。下の階の方、上の階の方、右の階の方、左の階の方、すみませんどうか壁が分厚くありますように。最近の私のほっこりエピソードは、たくさんツバメの巣を見かけることなんですけど、なんかめっちゃ可愛いツバメの巣がね最近見れて、それで私はねいつも疲れている時とかにほっこりしているんですけど、皆さんのお家の近くとかにもツバメの巣はありますか？なんかさ、あんなちっちゃな体でさ頑張ってさ巣作ってさ
でさ、子供のさ、ひなのためにさ、ご飯をさ持ってきてるんだよ。ちっちゃいのにね、ちっちゃいのにめっちゃ可愛い。お母さんたち、お母さんツバメが頑張ってるのかな、めっちゃ可愛いのよ。しかもなんか人間の人もさ優しいんだよね。なんか下にさ新聞とか敷いてあげたりしてて、ほっこりほっこりほっこりはん。カーツ大佐ありがとう、すみっこありがとう、ストローハットありがとう、キラリンきなこありがとう。うちの近くで見かけるね、見かけるよね、見かけるよね、いるよね最近ね。でもなんかツバメの巣ってなんか春のイメージだったんだけど、最近あるよね。ね、九州地方が梅雨入りしたらしく、私の地元もすっごい雨降ってるらしく、雨が降っている地域の皆さんは気をつけてください。名古屋はまだ、名古屋はまだ梅雨入りしてない？名古屋はどう？名古屋はどう？グナスちゃんありがとう、はじめまして、初見さんありがとうございます、ごま太郎ありがとう、エスペランスありがとう。タワー分投げた方ちょっと今精査しましょう。今日この配信が始まってからタワー投げたっていう人は名乗り出てください。今日の、今日今タワー投げた人精査しましょう。自己申告制たくさんいただいてるからね、数えられない。ブルーキャノンありがとう、もちゅけんありがとう。風に吹かれている、扇風機の風が気持ちいい、気持ちいい、気持ちええわ、気持ちええですわ。胸の奥の愛しさに気づかぬふりをしていた、点数伸びないな。そう、1000個でタワーなので、普通のショールームイベントだとタワーがビュンビュン飛び交うとは思うんですけど、この配信だとタワーが飛んでいるかどうかがわからないっていうのがちょっとお礼を書きにくい。100回、この銃の塊を100回投げてくれてやっとタワーだから、100回もね見たかっていう、難しいんですよね。累計じゃなくてその配信ごとにお礼をね書くようにしたかったんですけど、難しいよね。だからちょっと名乗り出てほしい書いてほしい人は名乗り出てほしいな。多分見れますよね、自分がどれぐらい投げたかって。風、前髪がなくなった。支援ゲージ、それはなんだ、ファンの人が見れるのか。支援ゲージというのはファンの人が見れる画面なのか。それはそれを見たらわかるのか、それを見たらわかるのかな。
それを見たらわかる？支援ゲージ。それは私にはないな。私にはないな。もしかしたらその48グループじゃないライバーさんができるのかな。あれ？どうなんだろう。どうなんだろうね。48グループのメンバーもその機能は使えるのかな。なんかさ、ちょっとさ、ルール違ったりするんですよね。他のなんかグループっていうか、なんか普通のショールーマーの方と48グループだと違ったりする。なるほどね。配信してない時に設定できるんだ。ちょっと今度見といてみますね。次の配信までにはちょっと見といてみます。ちょっと顔ちょっと見といてみるね。結構いろいろね、いろいろね、ウェルカムコメントだったりね、いろいろいじくってるんですけど、まだね使いこなせてない機能があるかもしれないから、また何かあったら随時教えてくれると助かります。とこのにゃんこも申しております。にゃんこが申しております。2位の配信終わったって。2位の方の配信が終わったそうです、皆さん。ということはチャンスタイムですずっと大きな差をつけたまま走っている時、前にいる人がちょっと止まったら追いつけますよね。にゃんこだからチャンスなんです。止まってもらわないと追いつけない止まって止まってみんな止まって1位の方も終わりました。止まってと、なんで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 だ。イサンのこと待っててくれるのかな待っててくれるのかな3人で頑張ろうっていうこと、3人で頑張るために待っててくれるってこと。優しいね。違うかそんなわけない。追いつけるよ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 。追いつけるかな。追いつけ追い越せ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 。髪ボッサボサ。扇風機で、じゃあ扇風機ちょっと。扇風機の首振りをやめていただいた。やめていただいたけど微妙に風に吹かれてますね。
ありがとうございます、皆様ギフトありがとうございます。たい焼きタワー、たい焼きタワー5分ごとなんだ。絶対にね、たい焼きタワーをね投げた。でもさっき言ってくれてた人、さっき言ってくれてた人、じゃあもうタワー投げたって言ってましたよね。ちょっと待って、ね、6月17、他にもいる気がするんだけど、他にもいる気がするんだけども、シリン弾丸も投げたよって言ってたよね。今からタワー投げるって言ってくれると、言ってもらうようにしようかな今度から。ちょっとひと手間なんかさ、残らないもんね、あの普通のタワーみたいに壇上に。残らないもんでね。ちょっとキティさん、キティさんちょっと後ろに見てもらおう。ニーテールして、今日は無理です、ごめんね、今日は無理です。
さんね、ポニーテール NG なんですよ公園でもやったことない。千葉県大好き、たいやきタワーありがとう。これからもよろしくね。また投げるときは言ってね。また書くね。いるかな今。タワーありがとう。またタワー投げるよって時は言ってね、今から投げますって。そしたらまたいっぱい書きます。ありがとう。 A ちゃんいるかな。 A ちゃんいるかな A ちゃんいますか。いるいる。はーい。じゃん。えちゃん、たい焼きタワー、ありがとう。多分今までに何回もタワー分投げてくれちゃってると思うんだけど、今日の分でごめんね。ありがとうございます。いつもありがとう。いつもねライダーの投稿もね見てます。返信。これからも A ちゃんのパワーでカエニャンを変身させてください。大好き、ありがとう。また投げるとき教えてください。さっきね言ってくれた TM 弾丸も書くよ。この方はチーム E のお渡し会にねたくさん来てくれてたんだけど、気づいたらカエニャン推しになってました。嬉しいあの時出会った時はね全然なんかチーム E みんな大好きですって言ってたんですけど、気づいたらカエニャン推しになってたの。 DM 弾丸さん気づいたら私推しになってた。おしりん弾丸、ジムイの中での推しメンをカエニャンに決めてくれてありがとう。出会えてよかったです。これからもおしりんさんとカエニャンのこと応援しててね。ずっといなくなっちゃダメだよ。この前約束したからね、いなくならないこと。おしりん弾丸ありがとう、大好きだよ。また投げるときは教えてね。てなわけで今のライブランキングで多分今書いた方より上の順位にいる方は絶対タワー分投げてるんですよっていうことが私の推理。名探偵カエナンの推理によると大好きだよ、だって嬉しい、大好きだよ、ありがとういなくならないらしいので、いなくならないでくださいそう、名探偵カナンさんの推理によると今お礼を書いた方よりも上の順位にいらっしゃる方は確実にタワー分投げているのに、あの虚偽の申告申告漏れがあってますわ。これ申告漏れしてます。タワーを投げたことを申告漏れしている人がいます申告漏れですよ。これは普通ね、滞納しちゃってるとかさ、払ってなくて申告しないといけないのにみたいなのあるんですけど、払ってるのに申告してない人がいますなのでちょっとランキングをちょっとたどりながらね、虚偽申告してる方にもお礼を書いていきたいと思います
不義申告はダメです、ダメ絶対。たい焼き、虚偽申告、虚偽申告してる人、虚偽申告してる人発見。虚偽申告してる。ごえ。まず。まずあなたは申告漏れがありましたね。タワーを投げているにもかかわらず申告漏れがありました。いますか、ゴーエありがとう、たい焼きタワーありがとうございます。いつもねショールームイベントの時とかになったらもう本当にもうね先陣を切ってたくさん応援してくれて、昔からずっといてくれて見に来てくれてありがとうございます。で、いるかな、いなかったりしてありがとう、感謝しています、本当にありがとう。あ、いたいたいた、おい、ありがとうね、本当にいつも応援してくれてありがとう、力になってます、ありがとう。これさ、画角どこまで入るんだ、壁に貼ってみた。剥がれちゃう可能性あり。直張り保育園、直張り保育園の創作。直張り保育園へようこそ。直張り保育園だよ、私がねこっちに、まあ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 、やばい、全て見せるにはもっと画角を広くしなければいけなかった。まあ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 、見たいと言われればカメラを寄せますので、カメラを寄せますので、いやマジでちょっと虚偽の報告、申告漏れが多すぎる件について、投げたのに申告してない人が多い件についてまして、申告漏れが多いよ、申告漏れが多いので、しっかりターゲットをしっかりターゲットを包囲、ターゲットを包囲し、ターゲットにお礼を書く。逃げられると思うなよ、申告漏れについて。申告漏れについて。
なるほどね。もう忙しいんだよね、投げるのがね。そうだよね。じゃあ私が勝手に脱税してる人を捕まえるから脱税者を捕まえます。イさんは許されない脱税者を捕まえる。え、だってさ、すごくない？2位に上がったって。ファンファーレ鳴らそうぜ。昨日の絶望から絶望から一夜明けて順位が上がったよ。おめでとうございます。そう、たい焼きをタワー分だから1000匹タワー分のたい焼きを投げて応援してくれる人は申告しないとダメなんですよ、お礼を書くために。その申告漏れが著しい著しいです。申告漏れ、タワーを投げた申告漏れが著しいんですよ。今やってるイベントはタワーっていうものじゃなくて、たい焼きをまとめて投げて応援するっていうスタイルだから非常に分かりにくいんですよ。熊タワーとかじゃないし、和菓子タワーでもないし、本当に分かりにくくて。どういうギフトがあるのか、ちなみにどういうギフトがあるのかっていうのがちょっとわかんないんですけど、自分のところで投げることはできないのか、自分のところで投げることはできないみたいな。一覧表が見たいけど、多分発表させていただくと、このフルーツクリームくまみつとレトロ喫茶くまみたいなやつとカフェくま茶みたいな、めちゃくちゃかわいい。これもさ、対象だったらめっちゃわかりやすかったと思わない？タワーがさ、タワー、このでかいさ、くまさんとかもさ、ランキングの対象だったらさ、投げてくれた人の申告漏れなくさ、だってここにさ壇上に残るやつじゃないですか。だから分かりやすかったんだけど、今回はピンクのたい焼きだけってことで、ちょっとねあの本当に申告漏れがね著しくなってしまっているのは、まあ遺産が厳しく言わなかったから、タワーを投げる場合は言ってくださいっていうのを言わなかったから。茶色のたい焼きは大丈夫で、だから他に和菓子のキャンペーンやってるメンバーがいたら、そのメンバーにあの茶色のたい焼き投げに来ましたって言いに来てください。本当に今後ね、あのピンクたい焼きの申告漏れはしないようにちょっと遺産から厳しく言っときますわめっちゃさ見たいよ、豪華なさタワー。でもさ可愛いじゃんそれ、めっちゃ画面映えするし。でもピンクたい焼きしか反映されないからいかんのよね今1位の新作さんは絶対にもう申告漏れが著しすぎると思うのでもう有無を言わずに書きますよ今1位ってことは絶対に申告漏れしてます
いつもさん付けで呼んでるけど、これを書くときはちょっとさんなしで書くね。よいしょ。長っぺありがとう、若たんありがとう、モルックスありがとう。ありがとうございます。色付きになった。ちょっとなんか髪がね、いろんな色があって。新作さん、たい焼きタワーありがとう。多分たい焼きタワー何個分投げてくれたのかなってぐらいだと思うけど、また貢献度ランキング最後のイベントが終わってからもうカキカキするので、ありがとう。この前はね、ツーショット会もね、あえて久しぶりに話せて嬉しかったです。新作さんありがとうね。いつも本当にあなたはね、イさんにね、とっても労力をかけていますね。私が生きて恩返ししていきますので、よろしくお願いします。これからも大好きだよ。ありがとう、ありがとう。にゃん、もらったスマホケースつけてるよ。ちなみに、あれ、そうだよね、くれたよね、確か違ったっけ。これで違うか、だからのプレゼントだったら、イさんは今から頭を地につけて土下座するから。そう、ファンの方ね、キティちゃんのグッズとか、マロンクリームちゃんのグッズとか、あのイさんの好きなものをね、たくさんくれて嬉しいよ。全部大事に使ってるからね。使わないで家の中に飾ってるものもあるし。ありがとう、全部宝物だよ。お手紙もね、宝物だよ、ありがとうね。他の申告漏れもあるはずだ。ちょっと一旦申告してもらっていいかな。今ランキング上の方にいて、もう俺はタワー分使いましたって方、今すぐはいってコメントしてもらっていい？はいってはいだけでいいから。それ以上の労力は使わせないから、はいって言ってくれ。はいって、そしたらわかるから。ちょ、また落書き帳買いに行きたいな。ゲストありがとう、おしりんだんがありがとう、こぼすけありがとう。どうして深刻、長っぺーありがとう。他のメンバーのファンの人とかもね、来てくれてありがとうございます。あ、深刻者あり、酔った勢いだって。酔った勢いならいくら投げてもタダ。イさんも酔っ払った時はちょっと気が大きくなってネットショッピングとかしたいなって思う時あるよ。まあ理性が勝つ時もあるけどね。ただってことだよ。酔っ払ってる時は実質ただということにしときましょう。もうそうでもしてないとね、やってられないもんね。やってられるかよ。でも私もさ、ラブ&ベリーのさ、ファンをしていて、オタクをしているんですけど、マジで実質タダだなって思いながらいろんなもの買ってます。実質タダだなって。だからそう、なんていう言葉があるっけな、なんて言葉があるっけ、推しに使おうみたいな、
なんだっけ、食費は削れ、推しに注げみたいなあの言葉、私いつも大切にしている言葉なんですけどラブ&ベリーのグッズを買うためならば、何でも削れちゃいそうな大きな気持ちになってしまう恐ろしい。みんなありがとう。みんなのおかげで順位を上げれて本当に嬉しい、本当に嬉しい、本当に助かった助かった、本当に嬉しかった。可愛いのできちゃった可愛いのできちゃった、カステラニャン風、私の地元長崎県のカステラ風お礼書きができました。細見ありがとう。あなたはね、落ち込んでいる時も嬉しい時も、あなたがどんな感情の時もカイニャンはずっと味方だし、ずっと応援してくれてたら嬉しいです。細見さん、わかりましたか。一生カイニャンについていくと誓ってください。タワーありがとう。また投げてくれる時は申告してください。ありがとう細見、大好きだよ。もうスクショできないぐらい暴れてやる。酔っ払ってる方はもうスクショできないぐらい酔っ払ってるかもしれないので、イさんもついでに酔っ払っときました。あ、間違えた、暴れときました。チュン、かわいくてごめん。カイニャン始めます、ありがとうございます。SK48 チーム E のカイニャンこと池田カイネです。長崎県出身の18歳です。ニック、ニックやりすぎだお前絶対に申告漏れしてるだろう。アイさんは時々ファンの人のことをお前とかあんたとか呼ぶんですけど、マジであの信頼関係のもと、お互いの了承を得て、まあ了承はもらってないんですけど、まあいいだろうということで、あのお前とか言ってるんですけど、口が悪いとかじゃなくて、あの愛を込めて呼んでるので、あの叩かないでください叩かないでくださいいいですか何ですか、虚偽申告何ですか年齢に誤りがあったようですね。ニックはあの、はい、いつもメガネを、あのメガネをかけてるって言ったら、あのみんなメガネっていうか、さっきの方もメガネだった細見ちゃんもメガネだったんですけど、ちょっとあのメガネ今描いちゃったメガネ欲しかったら描くわ。6月17、え、めっちゃ似てる、めっちゃ似てる、めっちゃ似てる。ニックありがとう。推しメンが増えちゃったみたいですが、これからもカイニャンが一番大好きだということで、これからもいっぱい会いに来てほしいし、またタワーを投げてくれるときは申告をよろしくお願いしますよ。いいですか見てますか、ありがとう。まあこうやって壁に貼っとけば、見逃してしまったとしても、その方が来た時にこれですってまたできるからね。
あ、いた、いっくありがとう、大好き、ありがとうね。さ、ファンの人のことめっちゃ覚えてるからね、みんなのこと本当に覚えてるから、これからも遺産推し増やしていきたいからね。増やしていきたいからね。長っぺ、長っぺめっちゃ投げてくれてるけど申告してないけどタワー分投げようとしてない。めっちゃ連続で投げてくれてるけど、え、あなた中坂推しだっけ。誰推しだっけ。え、カイニャ推しってことで良さげ、違う、違うか、違うか。そしてランキング的に言うと、ちょっとまだあと数名申告漏れがあると思いますので、私が自主的に私が自主的にちょっと捕まえます。おかっぴきだ、おかっぴきだよ。おかっぴきだよ。ランキング4位と5位にいるのにタワーを投げてないっていうのはマジでおかっぴき。しかも変な名前にしてるし、なんか見バレ防止かな。見バレ防止だ。タワーありがとう。2024 6月17日、申告漏れ。長っぺ怪しいな、長っぺ怪しいな、絶対タワー投げようとしてるな。さっきからずっとずっとここのタイムライン欄に長っぺいるんだけど、これ怪しくない？申告してないだけで投げようとしてない？エスペランサイケネットたい焼きタワーありがとう。申告漏れなので減点。もう一度タワーを投げることを誓います。はい、いつもありがとうございます。お世話をしていただいてありがとうございます。とても感謝してます。アットマークイケネットの力は絶大ですね。このネットワークを全国展開していけるのはエスペランサだと思っていますので、これからも応援よろしくお願いします。大好きだよ、しんいち。絶対しんいちだから。絶対しんいちさんだから、俺わかるんだ。ありがとうございます。怪しい人ありがとうございます。こんな感じで、続いてはなぎ、なぎね、なぎ怪しい、なぎ怪しい、なぎ怪しい。え、じゃエスペランサって言葉が変ってわけじゃないよ、名前を解明してる、解明してるから。ちょっと解明の申告漏れ、解明の申告漏れがあったね。え、みんなギフトありがとうございます。むかたんありがとうね、ありがとう。あ、さんちゃん推しの方も、かんちゃん、かんちゃん、さんちゃん、かんちゃん、ありがとう。長っぺマジで怪しい、さっきからずっと投げてくる、ずっとたい焼き投げてくるよ、長っぺマジで怪しい。絶対タワー投げようとしてる。怪しいな、申告がないな。いや、わかんない、まだわかんないよ、投げ終わった後に言ってくれるのかもしれない。たい焼きタワー、タワーありがとう。2024 6
6月17日。魚粉だ魚粉。新作さんまたありがとう。キラリンキナコ、キラリンキナコ怪しい、キラリンキナコ怪しい、やばい魚粉だ。なんか金に変わったよ、なんか金に変わってる、バッジみたいなのつけてる人いる。 1.2 万ポイント差だって、イエーイ嬉しい。なんか遺産本当に嬉しい。みんなみんな怪しいわ、みんな怪しいわ。なぎー、なぎ見てるかーい。絶対にタワーなぎたよね。え、申告してもらっていいかな。正直に言って、正直に言って、この配信であなたは、あなたは1万ポイント投げましたか？ちょ、投げてなかったらちょっとこの、こちらの告発書を取り下げるんですけど、ちょっと魚粉ありがとう。魚粉まみれ、魚粉まみれっていうさ、なんかつけ麺とかラーメンに名前あるよね、魚粉まみれみたいな名前のラーメンない？投げたよね、もう一人の俺が。あ、やっぱりね、なぎありがとう、ありがとうございます。あの個人情報言いそうになっちゃった。あのちゃんと見るからね、あれありがとうございます。いつもいろんな話を聞かせてくれて、トーク会、握手会、ツーショット会でね、いろんなお話をしてくれるんですよ。私はね、凪の話を聞くのが大好きなので、これからも私のことだけを見ていてください。またたい焼きタワーを投げるときは申告してください。イエーイ、凪大好きだよ、ありがとう、ありがとう。もうスクショなんかねさせない、もうスクショなんかさせないから。わあ、申告漏れ、申告漏れしたから、でもスクショなんかさせねえ絶対されたわ、絶対されちゃったわ、スクショなんかさせないわよ。見て、こんなにも溜まってきたよ。他にも怪しい人がいたら、またファンの人同士での告発もありだよ。捕まえていこうね、タワー投げちゃったらタワー投げた人は捕まえます。ここにここにここに一覧投げてしまった一覧、一覧の皆さんです、これありがとう、みんなありがとう、本当にありがとう。みんなも眠いのにありがとうね。イさんはもう一周回って眠くないけど、マジで眠いんですけど、眠くないんですけど、頑張ります。せっかくここまで応援してもらえたんだから頑張りたいよ、最後まで諦めずに。という気持ち。でもまたさ、まくられちゃうんだろうな。あ、自主、自主、自主した。長っぺー、自主した、自主したタワー行ったと思う、だってあー、やばい、なんかやばい、マジで群れがすごいんだけど、群れがすごい学校は一つの軍、同じ旗に群れをなして前へ進む。恋愛に敗れ誰かが傷つけば必ず反撃し来るだろう。交差点すれ違うとき君は
1位。まあでもね嬉しいけどね、本当にね、あのね一旦喜びますけど本当に恐ろしいから、一旦喜ぶね、一旦喜ぶけど本当にもうね本当に嬉しい。あんなに絶望していた、絶望からの、え嬉しい、1位になってる、やったで、まくられちゃうっていうことは本当に本当にめちゃくちゃに理解しております。だから嬉しいけどもうなんだろう、誰もついてこれないぐらい差をつけるっていうのも大切なのかなって。私は逆に差がついてすごくあーってなったので、あーってな、またあーってならないように油断しないで差をねつける時間にしていきたい今日は絶対に抜かれるから、でも諦めないでだってそうだよね、抜かれる前提だよね、そうなるよね、そうだよね。でもね本当に一旦ね今日1位で終われる可能性が高いというのは本当に嬉しいです。おそらく1位で終われる可能性が高いということで本当に嬉しく思います。皆様ありがとうございます。ということでね、先ほどの申告者についてお礼を書きたいと思います。長っぺ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 、長っぺ長っぺ、長っぺ長っぺし、あーもういさんもう今日3位だったからさ、もうめっちゃさ本当にもう口内炎もできてさ、もう山ごもりしながらもさもうやばいやばいやばいと思ってたの、ずっと。やばいやばいと思ってたんだけど、たくさんありがとう。最終日公演じゃなくてよかった。え、最終日公演です普通に公演です、最終日だからね、ちょっと厳しいと思ってて、今どれだけ逃げても最終日公演だから長くできないから、でも今逃げとくことは大事普通に公演やねん最終日知っとったか、知っとったかみんな。今度はラブレターにしたよ、めっちゃ可愛くできた。可愛くできた。え、多分1位と2位の方は
1位と2位の方、2位と3位の方、今やってる皆さんは公演がないみたいです。あと私はポジションも違うんですよ、だから配信できないです正直終わってからの30分ぐらいが勝負になると思ってます。最終日は長っぺー、たい焼きタワーありがとう、申告もよくできました、ありがとうございます。長っぺー、これからもかえにゃんのこと見とってね、大好きだよ、ありがとう、ラブレターです、受け取ってください、ありがとう、いっぱい投げてくれたからね、絶対にね投げられたとね私は知ってました、ありがとうございます。鉄のねマジでポジション違うんよだから最終日は最後の30分ぐらいしかできないだから今頑張るしかないっていうこと。鉄の毎回ポジション変わるんよねやけん山ごもりしないかん。でも公演出れるのはね嬉しいことだし、ファンの人もね公演見てね元気をもらってくれると思うし、あと何日、あと3日、違う違う、今日が17だから、ムカタンさん、ムカタン書くよ、今日が17だからあと3日、やばーい、あと3日で終わってしまう、このこの楽しくも辛いような、辛くないような、楽しいような辛いような、いや楽しいの方が勝ってる。でもしいよ、皆さんとたくさんコミュニケーション取れるのはめっちゃ楽しいよ。こんなにもいっぱいの人に応援してもらえてるんだなっていうのがねすごい伝わってきて嬉しいです。悲しかったり嬉しかったりの繰り返し、初めてだよこんなのはでも楽しいです。ぬかたーん、たい焼きタワーありがとう、いつも SNS での拡散とかもありがとうございます。ムカタンがねあの会員推しになってくれてからすごく嬉しいです、いっぱい愛を感じております。ムカタンこれからも好きでいてください、大好きだよムカタン、ありがとう、また投げるとき教えてね、たい焼きタワー投げるとき教えてください、ありがとうねムカタン、しっかり申告してくれてありがとうございましたありがとう、また投げるとき教えてね、見てこんなにも集まったよ、おかっぴきされた皆さん悪い子たち悪い子たち、たい焼きタワーはたい焼きを1000匹投げてくれたらたい焼きタワーになります。投げますか、六甲さん、六甲さんが投げるみたいです、たい焼きタワーみんな煽る、みんなでたい焼きタワーコールするよいちょよいちょ、他にもいる、投げてくれた人、キラリンキナコ怪しいんだよな、キラリンキナコ怪しいんですよね順位的に順位的に怪しいんですよね。1000匹ってやばって思うと思うんですけど、普通にイベントの時に皆さんが投げてくださってる他のイベントで投げているタワーと同じなんですよ。でも1000匹って聞くとめちゃくちゃ恐ろしいですよね、多分恐ろしいんですよ、多分連打するのが大変だと思う、
そこが恐ろしいと思います。明日頑張ります。だって明日頑張るの。明日岡っ引きすればいいじゃん。明日ここに増やしていい。じゃあ明日増やされる予定。明日増やされる予定なのね。キラリンキナコ、キラリンキナコいますか？キラリンキナコ申告しますか？そろそろ。絶対投げてるよね、順位的には。シリン弾丸ありがとう。竹太郎ありがとう。アイリンさんだ、アイリンさん、アイリンさん、アイリンさん直接会って、私は赤緑を使わせていただいておりますっていう挨拶をねしたんですよ。めっちゃ可愛かった。めっちゃ可愛くて優しかった。嬉しかった。今日の申告じゃないや、今日のスクショ、いい感じのスクショあったら後で載せといてください。今日の振り返りに書くので、今日の振り返りツイート、振り返りポストに載せる、使うので、いいスクショあったらぜひぜひお願いします。ありがとうございます。なるほどなるほど。キラリンキナコ怪しい。書きます。お礼書きます。スクショ職人。あ、これ後で全部書いてからにしよう。たいやきたわ、ありがとう。本気の女は狼引き、その罪は憎んでもまだ惚れてるよ。お江戸払いできやしない、情け深い情け深い。夜配信のみは達成してない。正直者がいる。正直者がいる。じゃあ達成してください、今。あとどのくらいで達成するの。もう書いちゃったんだけど。お江戸払いでもさ、まあ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 累計でも、まあ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 累計でも、まあ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 。かわいそうかわいそうかわいそう。魚粉待ってます。魚粉ください。魚粉。おしりん弾丸ありがとう。また追加してきたでしょ。ありがとね。本当に体には気をつけてね。マジで指がさ壊れないようにしてね。怖い。指が壊れないように。指を壊さないように。多分さ、ココちゃんさ普通の和菓子キャンペーンやってると思うからさ、茶色のたい焼き余ってるファンの人はさ、ココちゃんのところでさ、カイニャのところから茶色のたい焼き持ってきましたってコメントしてきて、それで投げてきて。多分普通のたい焼きも集めてると思うので、
カイニャンのところから来ましたって。茶色だけね。ピンクはここで投げてね。ピンクのお家はこっちだからね。今日の T シャツはハセボバーガーでした。そうそう、茶色だけね、茶色だけ。ピンクはここで投げてね。それ、あの、間違えんようにね。茶色だけね。ココナには茶色たい焼き、私にはピンクたい焼きで使い分けてください。みんなお願いします。私のところではだから茶色は投げなくて大丈夫です。600匹やば。めっちゃ溜まってる。でも私クリアしてるもんね。茶色はいらないんだもんね。だからそうそうそう、茶色投げてきて。もう達成するんじゃないの、イさんのファンの人がここちゃんのところに投げたら。間違えた間違えた、全然違うところ入ってた。あ、待って待って、終わっちゃうって。あ、ダメだ、もう終わっちゃう。まあ他にも和菓子キャンペーンやってるメンバーいたら投げに行ってみてください。茶色たい焼き、めっちゃ投げてるやん。めっちゃ投げてる、ありがとう。茶色たい焼きはいいよ、他のイベントやってるメンバーのとこでいいよ。ピンクはイさんの部屋でお願いします。それだけです、私から言えることは。他にやってるメンバーいたらね、ピンクはここだけだからね。本当に間違えないでね。ケイスケありがとう。魚粉魚粉9万差、おお、やったやった、嬉しいよ、本当に嬉しい。もう本当に1位になれて本当に嬉しかった。ピンクピンク、もういい、もう終わっちゃうって。終わっちゃうって。キラリンきなこありがとう。もうキラリンきなこはもうね、絶対にキラリンきなこさん、はい、ありがとう。たい焼きタワー、もうね、何も言わせない。何も言わせないよ、ありがとう。キラリンきなこありがとう。イエーイ、ありがとう。多分絶対もう夜でも行ったと思うんで。はい、できました。いつもプリキャン話をしてくれてありがとうございます。いつも可愛いきなこのこと大好きだよ。これからも一緒にいてね。たい焼きタワーありがとう。キラリンきなこラブ、大好き、ありがとう。茶色いたい焼きはダメだ。茶、ピンク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 、とってもピンクでお願いします。茶色は他の和菓子イベントやってるメンバーいたらその子に投げてあげてください。ピンクだけで大丈夫です。イさん普通の和菓子は達成してるから。まるちゃん来てくれてありがとう。ガッツンイエスイエスピンクピンク、イエスイエスピンクピンク。ありがとう。あと4分だけど、たくさん差をつけとこう、
くさん差をつけろ。走れ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 みんな魚粉を巻いて、魚粉を巻いて助けて、魚粉を巻いて助けるんだ、イさんのこと。魚粉パワー、魚粉マパワーだよ。ほら見て、今日こんなにも捕まえたよ、タワー投げてくれた人たい焼きをタワーポイント分投げる方は先に言ってください。まさよしありがとう。タワー投げるなら先に言ってよねお礼書くからね。よしくんありがとうね。おしりん弾丸ありがとう。エスペランサ追加もありがとう。投げありがとう。本当にありがとう。六甲さんありがとう。来てくれて嬉しい、ありがとうございます。チェロい長屋の友もまた来てくれてる、ありがとうございます。他にも来てくれてる人いるかな。ムームー来てくれてありがとう。ピンクたい焼きありがとう。ピンクたい焼き集めてます、お願いします。1000匹でタワー分なので、タワー分投げる方は最初に言ってください。こうやってねカラフルなお礼書きをするので、あと2分頑張るぞ。今日も寝ずに頑張ることができたのはファンのみんなのおかげだと思います。本当にありがとう。寝なかったイさん、もうこの後爆睡します。爆睡して明日も頑張ります。スクショタイム、スクショタイムどうしよう。ブクブクたい焼きスクショタイム。タイム、イエーイ、ありがとう。すっぴんだからね、あんまりおすすめはしませんが、かわいい写真撮れたら送っといてね。ありがとう。今日は1位で終われそうです。みんなありがとうございます。魚粉ありがとう。ケンジありがとう、来てくれて。おしりん弾丸もありがとう。また明日空き時間見つけて配信するので、明日も頑張りましょう。みんな大好きだよ。おやすみなさーい。バイちゃーん。あ、待って、ランキングランキングランキング、3位いく、2位おしりん弾丸、1位新作、22位のニャンニャン賞はドルルルルル、まるちゃんありがとう。間に合っためっちゃ早口だったけど間に合ったよね。間に合ってた、よかった。ピンクたい焼きみんなありがとうございました。また明日も頑張ろうね。目指せ1位だよ。ありがとう。読めたよね。ありがとう。ありがとう。お礼ツイート拡散よろしくね。また後